日本愛知県岡崎市籠田た町籠田た町は愛知県岡崎市の町名。定番を持たない単独町名である。岡崎市の西部に位置し、中心街の一角に相応する。2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ぬかた郡岡崎籠田町を前進とする。1889年10月1日、町村政志向に伴い、岡崎横町、岡崎亀井町、岡崎旧江門町、岡崎魚町、岡崎厚生町、岡崎材木町、岡崎十央町、岡崎松本町、岡崎上、魚町、岡崎天馬町、岡崎田町、岡崎唐沢町、岡崎東町、 岡崎投町、岡崎農美町、岡崎八幡町、岡崎板谷町、岡崎福寿町、岡崎門前町、岡崎湯花町、岡崎浦町、岡崎寮町、岡崎連雀町、岡崎六地蔵町、岡崎籠田町、菅尾村、中村、梅園村、八条村、六、友村が合併して、岡崎町となり消滅した。 籠田公園は1957年4月2日に開設された。1958年4月10日、岡崎市戦災復興事業完成記念式典が挙行。戦災復興の日が公園南側に混流された。1960年度に北側に初代ステージが設置される。1979年から籠田公園地下駐車場整備工事が始まる。 1981年4月3日、地下駐車場オープン。この駐車場整備に合わせて、同年、北側に、新しい野外ステージが建てられた。ステージの整備費用は4779万円。また、ローラースケート場も設置された。2011年8月27日、首都 NPO 法人、岡崎都心再生協議会が共催し、 市民ら160人が協力して芝生マット4000枚を敷き詰めた。以後、2015年まで毎年ボランティアの協力のもと砂地に芝の苗を植えて緑化を進めるカゴタ公園緑化プロジェクトが行われた。2013年度の予算は260万円で苗などの諸費用は県の補助金愛知森と緑づくり税から充てられた。 おつかはリバーフロントカービ戦略地区整備計画の一環として2018年8月から全面的な公園の改修工事が開始される。設計は東京都港区のオンサイト計画設計事務所。ところが同年9月地下駐車場建設やそれに伴う公園整備の異物とみられる埋設物が大量に発見された。さらに10月コンクリート層が 電路全体の約2500平方メートルに広がっていることが判明。このコンクリート層は公園の地下に駐車場を建設したため地盤強化を目的したものとの推測がなされた。撤去のため完成予定日は当初の2019年3月29日から同年7月26日に延長された。工事契約の費用は当初は3億6504万円だったが、 撤去費用の4102万円が増額された。総事業費は約5億4000万円の見通し。2019年7月5日、市はリニューアルオープンするカゴデン公園の利活用を調べるため、8月17日から10月27日まで各種イベントや販売などを行う事業者に、公園使用料や電気料金などを無料で貸し出すと発表した。7月26日、 改修工事完了。ありがとうございます。